プラス結構ね20万ぐらい高くは買ってくれました。こんにちは、プロボックス初心者の森泉でございます。はい、今日はですね、車を買い替えるときに今乗ってる車を下取りに出して、で新しく車を買うと思うんですけども、今乗ってる車を少しでも高く売る方法をお伝えしていきます。これはですね、ずっと動画にしたかったんですけど、なかなかできなくてですね、機会を逃してまして、でやっと今回撮ることができました。プロボックスを僕は買ったんですけど、今年の2月ぐらいですねに納車されまして、でその時に前乗ってた車がホンダの N ボックスっていう軽だったんですよ。でそれを、まあ、売ることになってですね、で新しくプロボックスを買ったんですけど、そのプロボックスが納車されるまでは元々の車は、まあ、乗らなきゃいけないというか、生活のする上でね必要なので乗ってたんですけど、まあそれで納車されるほんとギリギリのタイミングで、まあ売るという感じになるんですけども、やっぱりね、皆さん結構売るときって困りませんか？僕初めての経験だったので結構困りました。っていうのもですね、いろいろネットで調べてみると、やっぱり中古車を、まあ、売る、自分の車を売るっていう時に結構ね、ネガティブな情報が多かったんですよ。ここの会社はすごく安く買うとか、どこを選んでいいかわからない、やっぱりここの会社は高く買ってくれるよっていうところがない、むしろ嫌な情報ばっかりがそれぞれの会社で目立ってました。有名なところで言うとですね、自動車販売の自分の車のこう査定を出すじゃないですか、自動車販売のサイトがあって、ですぐに査定金額が分かるよっていうのを一回登録したらですね、まあ案の定ですね、いろんなねサイト口コミに書かれてるんですけど、もう登録した瞬間に電話がですね、もう本当に十何件電話がかかってきて、いやもうとんでもなくびっくりしましたね。もちろん一個一個対応できるわけもなく、で仕事中だったのかな、仕事の合間にそれを登録してしまったので、もう仕事中にもうバンバン電話になって、もう迷惑でした、ものすごく。で一件一件全部それを番号をブロックして、もうそれだけでね、もう本当嫌だなっていう悪いイメージがねやっぱついてしまいました。で番号を検索すると、まあ超大手の中古車販売、中古車買い取りのメーカーさんでしたね。そうで、それに懲りてですね、ふと広告を目にしたのがモータっていうサイト。これもね、賛否すごくあるサイトなんですけども、僕がその売る条件の車 N ボックスを登録すると、勝手にね、そのそっち側でサイトの中で競りみたいなことをやるらしいんですよ。いくらまで出せますっていうのを出してって、その中の上位3社だけが僕のところに連絡を、よこすっていう仕組みなんですよ。なのでもうバンバン電話が鳴らないっていうのがあって、でそれをまあ登録してかけてみました。まあ、そしたらですね、まあ、上位3社が連絡してきてですね、その会社さんたちと会うことに なりました。で、まあ、結果的にですね、かなり高額で僕の中では買ってくれたなと思います。 N ボックス7年8年ぐらい乗ってたんですよ。価格がね、約70万をちょっとオーバーぐらいの金額です。だから N ボックスの結構ね、初期のタイプですね。結構マイナーチェンジしていろいろ出てたんですけど、僕の乗ったやつはその最初の方で、でもそれでもね70万ぐらいで買ってくれましたっていう一冊があります。で僕がこれはですね、聞いた話を、元に、まあ、ある作戦を立てて、ちょっとでも高く買ってもらおうっていうのを実行に移したんですけども、それが思いのほか、まあ、うまくいったのかなっていうのもありましたので、それを紹介させてもらいます。ポイントとしてはね、3つかな、あります。でまず1つ目、先ほど言ったように、まあ最低でも3社は見積もりを出してもらうっていうのが大事かなと思います。あまりにもね、いっぱいの会社やるっていうのもいいんですけど、それだとちょっと、まあ、大変になってくると思うんで、僕の場合はモーターっていうサイトが本当に良くて、上位3社と連絡が取ることができましたので、まあ、最低でもね、何社かは見積もりを出してもらうっていうのはもう最低条件かなと思います。
車買うときにそのメーカーとかにそのこのまま買ってもらうっていう方法もあるんですけど、まあ大体もう安い、かなり安く買い取られてしまうことが多いと思います。僕は最初その NBOX を下取りに出して、その同じホンダさんのベゼルっていう車を買おうと思ってて契約までしたんですけど、その時にその今乗ってる NBOX を下取りに出して金額を出してもらったんですよ。そしたらですね、なんと40万っていう査定結果が出ました。でそれは何も知らないので、あ最初ね、あまあそんなもんだよな、結構乗ったし7年乗ったしなと思って納得してたんですけど、その後ですね、その契約はちょっと破棄して、まあ、結局プロボックスに乗ることになるんですけど、でこの改めてね、中古販売の会社さんに見積もり出してもらったら40万っていうのはね、全然安かったんだっていう知ることになって、ちょっとねショックを受けました。うん、なのでまあディーラーさんとかね、そういうところっていうのはやっぱりあくまでも安く引き取って、で自社の車を売るっていうのに特化してる感じなのかなっていうのをね、やっぱちょっと思ってしまいましたので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。やっぱり何社か見てもらうっていうのは大事です。2つ目、これがね結構なポイントでして、僕の友達から聞いたんですよ。でその友達はね、かなり相場よりも高く買ってもらったっていう方法を教えてもらって、これがですね、見積もりをね何社か、僕の場合3社でしたけど、何社か出してもらったら、やっぱりね1回見に来るんですよね。でその時にですね、同じ日にできれば同じ時間帯に来てもらうっていうのが大事だというふうに僕は教えられたんですよ。これがね結構やってる人いないのかなっていうふうに思いました。その来てもらった3社にそこで競ってもらうっていうことをすると、思いのほかね、これ高く買ってもらうことができるっていうのがあります。で僕の場合は、まあ、3社来てみてもらって、で、まあ、1社ずついろいろ見るんですけど、まあ、大体まあ1時間半ぐらいかな、いろいろ見て、その間いろいろ雑談とかをさせてもらって、こちらの希望の額っていうのをお伝えするんです。まあ、こっちとしても70万っていうのがあったんですよね。それを言って最後にですね、じゃあせーので言ってもらって、一番高いところに決めますっていう。でそうするとですね、本当に欲しい、その車が欲しい業者さんっていうのは、力がある業者さんっていうのはやっぱ競ってくるし、もうその提示、自分の希望者、僕は70万っていう希望者額よりも、もう明らかにお金が出せないっていうところは引き下がるというか、あるうちはちょっと全然そこまでは出せませんのでっていうので言ってくるんで、一社がそういう感じで、あるうちはちょっと全然買えませんっていうのはこう言われて、じゃあその2社で競ってもらった。でその結果、当初ですね70万という目標があったんですけど、それよりもプラス、まあ、2、3万ぐらいかな、プラスで、NBOX を買ってもらうことができました。なのでね、この僕も教えてもらってやった方法なんですけど、すごく効果がありましたので、まあ、もしこれから売るっていう方はね、プロボックス買って売るっていう方は、もしねそういう時間とかがあるのであればやってもらうと、多少ね高く買い取ってくれるんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、ポイント3つ目としては、この時にですね、あんま嘘はついちゃいけないというのもすごく感じ、業者さんもね来てくれて実際ねこう見たりして、まあ、買い取ってくださるので、僕もそこで結構ね上からこうガンガン言っちゃう人とかもいると思うので、こっちが売ってやるよみたいな、で優位に立とうと思ってこう上からな感じで言ったりとか、まあなんかいろいろいい風に見せたいがために嘘をついてしまったりっていうのもやりたくなっちゃうんですけど、僕はですね、とにかくその来た方たち、まあ、営業の方ですねとすごくいろいろ話して、まあ、ちょっと仲良くなる、まあ、短時間なんですけどね、でいろんなコミュニケーションを取って、70万っていう額も、まあ、どうですかねみたいな感じで、70万じゃなくて絶対売らない俺はみたいな、そういう感じではなくて、希望的にはそんな感じなんですねっていうのを優しくお伝えしてですね、まあ条件だったり、例えばこここすっちゃったよとか、今まで乗った中でねこの車のやっぱりダメなところっていうのも隠したくなっちゃうんですけど、僕の場合はそれも全部包み隠さず言いました。ちょうどパワーウィンドウが、スライドドアのパワーウィンドウが後ろについたので、それがちょっと調子が悪くなったんです。反応したり反応しなかったりで、そういうのって言わないと多分ねバレないんですけど、あとねこすっちゃったりとかぶつけちゃったりっていうのもありますかって言われて、まあ、本当にちょっとしたへこみなんですけど、それも、
まあ、ちゃんと言って、そうそう。で、そういうのをやっぱ言うとね、お互いのやっぱ信頼関係ができてくるとですね、結構、この営業さんもまあ人間なので、あ、ちょっとこれは頑張ろうかなっていう感じもあって、まあ、すごく最後その買ってくれたところのね、営業さんが、いや、うちはもう絶対買いますんで、多少高くてもまあ頑張りますんでっていうのをこそっと言ってくれたんですよ、耳元で。で、他の会社さんがどうかわかんないけど、まあ、うちはそれよりもプラスで出すんで、うちに買わせてくださいっていうのを、なんとですね、言ってくれたんですよね。だから、あ、これは良かった良かったというので、結果的に、自分が希望してた、想像してた額よりも、結構ね、上で買ってくれたっていうのがありました。だからね、すごく大成功に終わったので、試して見ていただけると、というわけでですね、バババッとお話しさせてもらったんですけども、まあ、僕も初めてでですね、イメージ的にね、やっぱり中古車販売屋さんの人たちプロじゃないですか。だからプロがやってきて、ああだこうだ言って値段すごい下げられて、で安く買われちゃうんじゃないかなっていうイメージがものすごくあったんですよね。で、こっちも全然わかんないから、なんか騙されちゃいけないと思って、こう、こっちも強気でいかなきゃみたいな、負けないようにしなきゃっていうので、理論武装してなんか、いい合いみたいな感じになるのかなと思ったんですけど、まあ、そんなことは、ね、全然なかったです。むしろそういうことやっちゃうとなんかね、じゃあいいですってなっちゃうと、せっかく売りたいのに、まあ、買ってくれなかったりっていう本末転倒のことになってしまうので、まあやっぱりね、素直にこちらも聞いたりとか、本当にいろんなお話をして、教えてもらって、でただこう嘘をつかずに売りたい額とかは正直に言って、まあ、言いたいことはね、ちゃんと言うっていうスタンスがいいのかなっていうのは思いましたので、ぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで今日はプロボックスを買うときに乗ってた車をどうやって高く売ったのかっていうお話をさせていただきました。プラス結構ね、20万ぐらい高くは買ってくれました。その買ってくれた会社さん、結構ね、大手の会社さんです。ここではね、ちょっとあまりその社名は言わないんですけど、多分ね、誰もが知ってる全国的にある会社さんですね。不祥事を起こしてしまった B 社ではない。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いいねとチャンネル登録ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。